今日はタイプ4ですね、うん、こちら今日もエニアグラムあなたを知る9つのタイプ基礎編からなんですけども、うんうん、個性的な人とあってですね、はい、うん、根源的恐れがアイデンティティや個人的存在意義がないこと、うん、持っている根源的欲求は自分自身とその存在意義を見つけること、うん、内面の体験に基づいてアイデンティティを作ること、うん、自分ですね、はいはい、超自我のメッセージとしては自分に正直であれば大丈夫だっていうのが、うん、根本的にあってですね、うん、このタイプ4っていうのは繊細で引っ込みがちなタイプとあって表現力がある、うん、ドラマチック、うん、自己陶酔的、うん、気まぐれとあります、うん、私たちがタイプ4を個性的な人と名付けたのは、うん、自らを他の人たちと全く異なる人間とみなすことによって、うん、アイデンティティを維持するからです、うんうん、タイプ4は自分は他の人間と違うため誰も理解してくれず、うん、ちゃんと愛してくれないって感じてます、うんうん、多くの場合自分はユニークで特別な才能を持っていると考えますが、うん、同時に独自の不利な条件や、うん、欠陥を持っていると考えます、うん、他のどのタイプよりもタイプ4は、うん、自分が人と違うこと欠陥を持っていることを敏感に意識し、うん、そのことに考えを集中します、うん、いつも、うん、常に私は、うん、人と違っていて、うんうんうんっていうことに一喜一憂してる感じ。私は違うんだ、うん、ですよね。違わなきゃいけないと思ってる話ですよね。違わなきゃいけない、うん、違わないと、はい、みんなと一緒では価値がないって思いつつ、シンプルに選んだものが人と同じ場合ってあるじゃないですか、うん、はい、だから人と違うことが価値があると思ってる。だとこれを変えなきゃいけない。個性、それが個性じゃないですか。なるほど、うん、って思ってて苦しんでるみたいな。そうあろうとしてる。違うため誰も理解してくれず、うん、ちゃんと愛してくれないと感じてます、うん、人と違ってる。人と違ってて、だから自分の考えとかも違ってるから人は私の考えを理解してくれない。なんか僕ちょっと勘違いして理解してるのかもしれないんですけど、うんうん、はい、なんかなんでそれ選ぶみたいなことってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、あ、要は僕がよくやるね、うん、あの普通さ、うん、っていうのを僕多分、うん、あ、だからそこじゃないですか。なんでそれを選ぶってこっていう時に、はい、この人にも受け入れてもらえなかった、もらえない、はい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 、この人は私のことを理解してくれない。でも、うん、でもなんか人と違うものを選ぼうとしてるから理解されなくて当然な部分はあるじゃないですか。はい、ありますね。あとで両方だからそれによってまた自分が苦しむみたいな。でこっちがまた苦しんでるのも苦しいんですね。そうっていう矛盾みたいなもんじゃないですか。こう個性的じゃなきゃいけないけど個性的になると受け入れてもらえないみたいな。でも分かられるのも嫌なんですよね。分かられるのも嫌だから難しいんですよ。難しいって悩むタイプじゃないですか。だからこそ、うん、こっちのことをあまり気にせずに、うん、こっちはこっちで好きなことしてていいよ。分かるでもないし、わからないでもなくて。なるほどね。そんなとこですかね。なるほど、はい、で健全なタイプ4は、うん、自分に正直で、あらゆる自分の気持ちを認め、動機や矛盾、葛藤を否定したり体裁を繕うことなく見ることができます、うんうん、なるほど。健全な時、ね、健全な時、まあそこは手放せてるって話ですもんね、はい、自分が知ったことを必ずしも好みませんが、自分の状態を合理化しようともしません、うん、でもこれが私だっていうのを受け止めているということですね、うん、自分自身や他人から隠そうともしない、うん、ありのまま見つめることを恐れないのです。健全な時のタイプ4は自分自身について極めて個人的で恥ともなりかねないことを進んで明らかにします、うん、なぜなら自分の体験の真実を理解しようと心に決めているからです。このことによって自分が何者であるかを発見し、感情の動きと折り合いをつけることができます、うん、なるほど、うん、要は人から恥ずかしいって思われるようなことでも、うんうん、でもこれが私だから、うんうん、ってできる。できる。あ、
僕が勘違いしてたのは、うん、なんて言うんだろう。なんか僕の見方なんですけど、うん、なんかその、あ、そっちのポジションを取れば、目立つようになるもんね、うん、っていう目線が僕常にあるんですね。うんうんうん、そういう突飛なことをする人に対して、うんまあ、突飛と見えるような人に対して、うん、僕はいつもそういう目線なんですよ、うん、あ、そっちのポジションを取れば目立つことできるもん、うん、あ、上手にやったねっていう目線が常にあるんですけど、うんうん、そんなわけでもなさそうですね、うん、まあ、そんなわけではないと思いますよ、まあ、囚われなんで、まあ、でも人に見てもらいたいっていうのはあると思うんですよ。ありますよね、うん、はい、見てもらいたいっていうのはあって、はい、だから人と同じでは見てもらえないっていう思いはあると思うんですよ。そうですね、人と同じことやってたら目立てない、はい、見てもらえない、はい、っていうのはあから。どっちが先なんですかね、ニーズは。ニーズは。そっちが先なのか、うん、自然にふって選んだものが常にそっちなのか、うん、ナチュラルボーンそっちなのか。まあ、エニアグラムで的にいくと、目立つじゃないですか。多分そっちですね。囚われじゃないですか。要は、個性的じゃないと、価値がないと思ってるんで、っていう思いは多分無意識的に自然にあるもの。ああ、なるほど、うん。あ、ちょっと見えてきました。うん、そこですよね。うん、だから、タイプ4だと、健全なタイプ4だとすると、うん、人と同じものを選んだ私でも別にいいじゃんっていうのが多分。そう。だから、健全なタイプ4ですよね。そう。で、それを認められると、なんか一般化しちゃうんで、認められたくはなかったりするけど、なんかあるがままを、特別でも、凡庸でも、そんなことは関係なく受け入れてくれる人に。だし、自分でもそれを受け止められてるってことですよね。うん、健全度が高いときは。高いときは、うん。で、その状態を相手に求めるって話じゃないですか。難しいゲームですね、これは、うんうん。で、健全なタイプ4は、自分が何者であるかを発見し、うん、これまでの感情の動きと折り合いをつけることができ、うん、そしてこうした能力によってタイプ4は静かな力で苦しみに耐えることができるようになります、うんうん、静かな力で苦しみを、うん、に耐える、まあ、有利ですからね自分自身の暗闇に通じていることにより、うん、他のタイプなら参ってしまうかもしれない、うん、痛ましい体験を消化しやすくなります、うん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 、けれども、うん、バッとうん、タイプ4は、うん、自分の中に欠落したものがあると感じる、うん、と語ることが多いと、うんうんうん、それが何なのか正確に特定することは難しいかもしれない。意志力、うん、楽な社会世界、うん、自信、感情的にならないこと、うん、こうしたことの全てが他人の中に多々あるように思うと、うんうんうん、時間や十分な視点があればタイプ4は自分の自己イメージや性格、うん、あるいは自我の構造そのものについて、うん、よくわからないことを認めるのが常です。明確で安定したアイデンティティ、うん、特に心地よいと感じる社会的ペルソナを書いてると感じるのです、うん、今これ何が書いてありました何が書いてありました。要は、うん、みんなは感情的にならないっていうこととか、うん、意志力もちゃんとあって、うん、楽に社会生活を送っていて、うん、自信を持って、うん、みんな感情的になってない、うんうんうん、みんなはそういうの、そういったパワーを持ってる、ちゃんとできてるって話です。できてる、うん、って思ってる私は、うん、タイプ4の私はっていうことですね、うん、で時間がちゃんとあれば、うん、そういったことも認めることができるが、うん、私にはそういったことが欠けてるその感じているってことですね、うん。その能力がないみたいな、はい。私は自信もないし、意志力もないし、うん、楽な社会生活も送ってないし、うん、すぐ感情的になってしまうわ。辛い人生を送ってるって話ですよね。なるほど。なんかよくコメントとかで見ますよね。よくみんな楽そう的な、6の人楽そうみたいな。楽じゃない。僕は楽じゃない。っていうコメントを見たりするじゃないですか。はい。うん、タイプ4は多くの場合、うん、他人と違うことを感じるのは確かだが、うん、本当に一人になりたいわけじゃないよと、うん、彼らは社会的に不器用だったり、うん、自意識が強いと感じるかもしれないが、うんうん、自分のことを分かってくれる人たちとつながりたいと深く願っています、うん、僕は分かりたいと思っています、うん、ロマンティックなタイプであるタイプ4は誰かが自分の人生に入ってきてくれて、うん、これまで大切に世界から隠してきた密かな事故を
評価してくれることを待ち望みますと、うん、でもし時間が経ってもこれが叶わないのであれば自分がいかに他と違うかということを軸にアイデンティティを築き始めますと、したがってアウトサイダーは必要な個人主義者になることによって自分を慰めます、うん、アウトサイダーになって、あ、だから自分が大切にしても、うん、しているものだけをギューって握りしめて、うん、自分自身を慰める、私はだから人と違うんだわ、うん、なんかこれでいいみたいな、はい、まあ、そういった思い込もうとしてる部分もあるっていうところですよね。個性的になろうとして、個性的になることによって人から認められなくなって、でそれで苦しみながら、でもその苦しい状態だと苦し、本当に苦しいんで、でも私はこんなのだから価値があるんだみたいな、アウトサイダー的になって自分を慰めるみたいな。なるほど、うん、で下手なやつがずかずかと入っていって、うんうんうん、よしよしってやろうとしても、うん、なんかこっちが合わせようとして、うん、苦しいみたいな顔してると、うんうんうん、その無理に、私が悪いのねってなるんですよね。うん、なるほど。タイプ6は部が悪いですね。まあでも9も似たようなもんだとは思いますけどね。9は別に何もしないじゃないですか。そこがでもいいんでしょうね。いいけど、何もしないことによって、まあ相手の健全度はあるかもしれないですけど、はい、なんか勝手にマイナス受け取って怒るみたいな、別に何もしないじゃん、みたいな。っていうのもあるかもしれないですね。タイプ4は普通、否定的な自己イメージの問題を持っています、うんうん、また常に自己評価が低い、で彼らは空想の自己、うん、いいですね、英語がいい、うん、ファンタジーセルフって書いてます、はいはい、ファンタジーなあなた、ファンタジー、ファンタジーな私を主に想像の世界で作って、うんうん、理想化した自己イメージを育てることによって組み合わせようとします。あるタイプ4の人はクラシック音楽を聴きながら、うん、偉大なコンサートピアニストになったことを想像して、うん、なんか余暇の大半を過ごすみたいな遊びをしている、うんうんうん、なんかそこにたどり着ければ多分いいんじゃないですか。いいんですかね、人と離れちゃってますけど、うん、人と、まあでも人とくっつきたいみたいなのはあるじゃないですか。あ、絶対あると思うんですね、うんうん、はい、で人から演奏してくれって頼まれると、うん、恥ずかしい思いをしたことがあるからやりたくないみたいな、うん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 、なるほど。で人生においてタイプ4はいくつかの異なるアイデンティティのどれがぴったりくるか試しているかもしれない、うん、こうしたアイデンティティはスタイルや好み、うん、他人の中にある、惹かれる資質などを元にしています、うん、けれども表面下では自分が本当は何者であるか、うん、ということをまだよく分かってません、うん、問題なのはこれが自分らしいっていう感覚を中心にアイデンティティが形成されているということです、うん、内面を見ると万華鏡のように絶えず変化する感情的反応のパターンが見えますと。確かにタイプ4は人間性について真実、ダイナミックで常に変化しているということを正確に認識します。タイプ4がタイプ4の自分自身の中にこの切り替わる感情っていうのをタイプ4は正確に把握する、うん、見過ぎな感じもするんですけどね、うん、コロコロ変わってるのを、うんはい、僕で言うと、うん、なりたい自分があったら、はいはい、多分そこだけを見てるんです、うんうん、でそこに向かって、うん、一生懸命自転車をこぐんですね、うんうんうん、切り離して感情を、うんうん、で多分内面の落ち込み、まあ、たまに落ち込むことはあるんですけど、はいはい、ごめんなさい、うん、でけれども安定した確かなアイデンティティを感情から作り出そうとするため、うん、特定の気持ちだけを深め他を拒絶しようとします。ある気持ちは自分であり別の気持ちは自分ではないことになる、うん、で特定のムードにしがみついて表現しようとすることで、うん、タイプ4は自分自身に正直であるっていうふうに考えようとします。なるほど、なんか難しいですね、うん、こっちの気持ちは自分、うん、でもこっちの時の気持ちは自分じゃないみたいなのを、うん、なんかムードにしてしがみついて表現する、うん、なんか実社会で生きてるとやりたくないことをやったりするじゃないですか。必要ですよ、うん、あるじゃないですか、はい、そういうこれは本当の私じゃないんだってやりたくない時に思ってるみたいなことですかね。仕事で、はい、なんか接客をしてる、笑顔でいろんな人と接してるみたいな状況で、はいはいはい、それは本当の私じゃないんだみたいな葛藤がずっと自分の中にあるとか、これは仕事だからっていう仕事だから切り替えとかはないんですね、うん、まあ仕事だからやってるんだとは思いますけど、はいはいはい、
で、そのやってるさなかに、こう、苦しい思いがあるみたいな。っていうのがあるんですね。こんなのは本当の私じゃないんだ、みたいな。こんなことをやりたいわけじゃないんだ、みたいな。なるほど。っていう思いを抱えてるみたいなことですかね。タイプ4が直面する最も大きなチャレンジの一つは、過去から引きずっている気持ちを手放すことを学ぶということです。彼らは傷をいたわり、自分を傷つけた人たちに対する否定的な気持ちにしがみつく傾向があります。実際タイプ4は、絶望や失望への執着が高まるあまり、人生の中にある多くの宝に気づかないのですと。要は、目の前にあるいいことに気づかないって話ですよね、きっと。書いてあるのは、次から次へと対人関係の失敗を抱えてきた。で、私は、例えば、姉が上手いタイプだと、そういうのを憎んでくるっていう例が挙げられている。私はできないみたいな。っていう傷をずっと握ったまま。で、傷を見続けてるって話ですよね。ずっと見てるんです、それを。で、私はこんなにできないんだ。だけどこう目の前を見たらいいものがあるよっていう。そうですね。そうなんですよね。っていう話について、スーフィーの物語があります。はい。まあ、イスラムのスーフィー派ですね。うん、ね。ひどい扱いを受け、飢え死にしそうになった年老いた犬の話があって、ある日、その犬は骨を見つけて安全な場所に持っていきます。そしてガリガリかじり始めました。犬はとてもお腹が空いていたので、長い間骨を噛み、栄養分を残らず絞り出しました。しばらくしてから親切な老人が、その犬と哀れな骨のかけらに気づいて、そっと食べ物を出し始めました。横に。けれども、かわいそうな犬は、あまりにも骨に執着していたので、餌を食べることなく餓死してしまいました。ここですね。そういう話ですね。そういう話ですね。タイプ4は、これと同じような苦境にいますと。自分は根本的に間違ってるんだ。要は周りの人たちがあんなにうまくやってるのに、あんなに笑顔で接客してるのに、私は笑顔で接客できないのは、あ、小さい頃姉はあんな風にやってたけど、私はこういう風に育ってきた。あの時の私が悪いんだわ。じっと昔の私を見る。っていう、この辺。で本当はできるのにって話ですよね、はい、ずっとこれを信じているあまり、多くの良い自分の資質を感じたり、楽しむことができませんと、自らの良い資質を認めることは、苦しむ犠牲者っていう昔の私のアイデンティティを失ってしまうことになるからでしょうと、そして比較的ずっとこの一貫したこの私っていうのを手放してしまうのを恐れている。ずっとこれ私が大切に育んできたのに。価値があるものだっていう。それを否定すると自分はもう一切価値がなくなってしまうみたいな感じ。価値がある骨なのに。っていうこの辺ですね。タイプ4は、自分自身の大半は真実ではない。あるいは少なくとも、もはや今のあなたには真実ではないよっていうのを知ることで成長しますと。古い話を自分に語ることをやめれば、かつての気持ちは消え始めます。今ここを意識することで、過去の自分がどうだったか、っていうことは関係ないのです。アドラーにも出てきますよね。要は、アドラーにも。トラウマはないですからね。過去のあなたは関係ない。今会ってるのは、今のあなたに私は会ってますっていうことですもんね。なるほど。だから、今のあなたも、何が苦しいのかわからないけど、何かやりたいなら、勇気を出して、やればいい。嫌われる勇気だよっていう。で、その前になんか何かやれないと思ってる節があるじゃないですか。はい。過去の私を見て、私はこんなんだからこういうことはできないんだ、みたいな。その思いは強そうですよね。そう。で、それがこう、もう栄養素のない骨をずっと噛んでる状態じゃないですか。はい。あ、要は、過去のできなかった私をフィーチャーし続けても。そう。今目の前に美味しいのはあるよって話に、まず気づいたらいいんじゃないのっていう。ちゃんとできるあなたもいるよってことですよね。いるよって、できないできないと思ってるけど、ちゃんとこう、ちゃんと分析すれば、それできるじゃんっていう、っていう感じですよね、きっと。エディオクラム面白いです。はい。面白いんですよ、これは。何回しがんでも。はい。